どうも、トゥーフォーワンです。今回は西地区上位争い展望いきます。今シーズンもう西地区上位4チームはね、チャンピオンシップ進出決まったんですけれども、まだまだその順位争いっていうところで言うと続きそうなんで、ちょっとその辺をね、この終盤戦に向けて見ていこうと思います。はい、よろしくお願いします。現在の4チームの順位表がこのようになっております。1位島根スサノオマジック、2位琉球ゴールデンキングス、3位広島ドラゴンフライズ、4位名古屋ダイヤモンドドルフィンズとなっておりますと、うん、いかがでしょうか。いやー、そうですね、島根がね、うん、18連勝したりっていうところで、ここまで勝つとは思わんかったというか正直、うん、まあ、あとは広島とかも昨シーズンに比べて躍進したし、うん、初めてのねチャンピオンシップ進出も決めてるし、うん、あとはもう琉球とか名古屋とかも安定して上位によるって感じだね、うん、そうだね、うん、今回はね、あの1チームずつ上位4チーム対戦成績だったりとか他のチームの戦績ってとこ見ていこうと思うんですけど、うん、1位の島根から見ていこうと思います。はい、現在の西地区上位の直接対戦の成績がこのようになっております。今琉球に対しては2勝2敗ということで、うん、この水曜ゲームで1勝になったって感じですね。うん、水曜日の前までは2勝1敗でねリードはしていたんですけれども、うん、まあ、やはりさすが琉球というかね、うん、しっかり最後の試合勝ち切って、うん、これでまあ琉球とはレギュラーシーズン今シーズン終わりということで、うん、次に広島、うん、まあ、広島に対しては土日ゲームですごい熱戦繰り広げて、うん、熱戦も熱戦ね2勝0敗で広島がなるかと思いきや、うん、最後ビフォード選手がなゲーム2でね、うん、またあの群馬戦かのような活躍見せまして、うん、最後ね延長戦に持ち込んでブザービーターの3で延長戦で勝つっていうね、いやーすごいな、熱かったですね、うん、もちろんね、さすがコービーフォード選手というか、うん、素晴らしい活躍でしたね、うん、で広島に対してもタイブレーカー、うん、今のところ取ってるっていう感じですごいよね、うん、負けそうなところからさまた延長であんだけ点数重ねて勝ったっていうのはさすがだなと思いますよね、うん、あと残り2試合4月29、30で残ってるということで、うん、で最後に名古屋に対しては実は島根は負けてるということで、うん、1勝2敗なんですよね。そうだね、うん、名古屋ダイヤモンドルフィンズとは、まあ、12月島根のホームで対戦して、で1月にも島根のホームで対戦しているということで1勝2敗というふうに唯一こうね、うん、西地区の中では負け越してる相手って感じですよね、この上位の中ではね、うん、12月18日に関しても、まあ、延長に行って島根が勝ってるっていう試合もあったりだとか、うん、名古屋戦に関してはビフォード選手は1試合目が38分31秒、うん、2試合目が45分3試合目が40分出てるほぼほぼフル出てるっていう、そうやっぱそれだけ苦戦してるっていうことが現れてるよな。まあそうだね、名古屋はディフェンスいいチームだし、うん、ビフォード選手にぶつけられる選手もいっぱいいるから、うん、そういう意味ではちょっと相性的にはねあまり良くないのかもしれないですよね、うん、名古屋に関しても残り1試合、残っていまして、うん、4月19日の水曜ゲームということで、うん、勝敗さ離れてるものの、まあ、チャンピオンシップで後から当たる可能性もあるんで、うん、まあ、ここは取っておきたいよな。苦手意識はね払拭したいってところですよね、うんうんうん、残りの試合名古屋広島以外だと、うん、まあ、大阪京都 FE と、うん、まあ、京都と FE に関してはアウェー戦で行われるということで、うん、アウェーの方が勝率はちょっとだけ悪いから、うん、そうだね、うん、ここで落とさへんようにっていうところは重要だな、うん、今シーズンの島根全体的なところで言うと、まあ、本当にディフェンスが良くなってるっていうところもあって、あとビフォード選手ほぼほぼ MVP 確定ぐらいの活躍でチームを引っ張ってますし、何度接戦のゲームをビフォード選手の力で制したかっていうところもありますし、勝負強さもあってディフェンス力もあってっていうところで、まあ、メンバー的にはねそこまで昨シーズンから変わってないですけど、かなりこう力をつけてきたなっていうか成長してきたなっていう感じがしますよね。白浜選手とか阿部選手の成長やったり、うん、あとは安藤選手もそうやし、もうニック・ケイ選手がどんどん日本に慣れてきてっていう感じで、うん、今シーズンは仕上がってるというか、うん、この前 の, あの安藤選手の記者会見でも、うん、優勝できなかったらチャンピオンシップ出ない方がいいっていう、うん、もうこの強気の発言もされてたんで、うん、優勝までぜひ目指してほしいよな、この。そうだね、西地区上位相手にもすごくいい戦いしてますし、千葉にも1勝1敗だったんで、ね、今シーズンは優勝を狙える位置でいると思うんで、非常にここは楽しみですよね。はい、うん、あと終盤戦に向けて
げてね、怪我人もほとんどいないっていうのはかなりこう、うん、いい状態で来れてるところですよね。うん、島根は栗野さんもおっしゃっててんけど、医療スタッフがもう4人もって、うん、充実してるんだよね、うん、やっぱ怪我せえへんようにっていうところを重視してるから、うん、この長時間みんなプレータイム長い中でも怪我せえへんっていうのはすごいところやな、うん、チャンピオンシップに向けて順調に来てるなっていう印象ですね。はい、次に琉球の直接対決の成績は今このようになっております。まあ、島根に対してはな、うん、まあ、先ほど言った通り2勝2敗ということで、うん、なんとかこうタイブレーカーを取って、ね、素晴らしかったですね、うん、素晴らしい試合をしてっていう感じで、うん、今は現在2位なんですけど、うん、島根に対しては2勝3になったということで、うん、もしかしたら1位まで届く可能性があるっていう感じやな、うん、そうだね、うん、直接対決2勝2敗っていうところまで持っていけてるし、昨シーズンもねチャンピオンシップで当たってますからいい勝負になると思いますけど、全然自信はあると思いますね、琉球としてはね、うん、で広島に対しては1勝1敗ということで現在、うん、最終節で広島と当たるっていうことで、じゃあそうですね、うん、カイゾット選手が入って一発目の試合かな、琉球がホームで沖縄アリーナで勝ったんですけど、それがすごく大きかったなっていうのはありますよね。カイゾット選手もそこまでこうチームに馴染みがなかったですけど、そこでこうしっかり勝てたことで終盤戦に向けても自信になったと思いますし、うん、直接対決は本当に順位をね争っている2チームですから非常に大事になってくる感じですよね、うん、最後に名古屋ディーンに対しては3勝1敗ということで、うん、まあ、ここは完全にタイブレーカーも勝ち越してるっていう感じで、うん、ここはね割と序盤の方に試合が多かったんで、うん、まあ、でも勝ち切れたのが大きかったですよね、うん、で残りのゲームで言うと、その他には滋賀、FE、三六花と渋谷、大阪っていうことで、うん、滋賀とかもだんだん乗ってきてるし、うん、まあ、渋谷もハードなゲームしてくるし、うん、大阪も結構上位に勝つようになってるんで、これで負けたしね、大阪に関してはね、うんうん、ここは怖いよな。そうだね、うん、まだまだ安心できない相手が続くっていう感じですね。琉球でいうとね、ここでね島根に対して2勝2敗に持っていけたっていうのは、うん、終盤戦に向けた非常に大きな勝利だったかなと思いますよね、うん、最終的に西地区1位を、ね、取れなかったとしても、うん、2勝2敗まで持っていけたってところがあると思うんで、うん、チャンピオンシップが当たったとしてもかなりこう自信を持って、うん、出ていくんじゃないかなって思いますよね、うん、琉球は今季で言うと松脇選手、ダンカン選手で途中から玉代選手とヒュー選手が戻ってきてっていう感じで、まあ、だんだん仕上がってきてるというか、そうだね、うん、ビッグラインナップっていうところで言ってもヒュー選手もね活躍できる場面が出てきたりとか、玉代選手もねスモールフォワードもできる万能選手としてディフェンス面でもすごく貢献している試合もありますし、だんだんとこう終盤戦に向けて仕上がってきてるなって感じありますよね、うん、まあ、あとはこのチャンピオンシップに向けてっていうことで、まあ、桶谷ヘッドコーチがどう戦っていくか、うん、どう選手起用していくかっていうところも重要になってくると思うから、うん、そこら辺もこの残りの9試合注目やんな、うん、そうだね、まあ、それこそね牧選手とかも怪我から戻ってきたし、柏木選手なんかも調子上げてますし、タレントが揃ってるだけに難しいとは思うんですけど、ケミストリーをちゃんとこう仕上げてチャンピオンシップに臨んでてほしいなっていうのがありますよね、うん、で次に3位広島、現在の直接対決の状況はこのようになっております、うん、島根に対しては、うん、先ほど言ったように、1勝1敗ということで、まあ、接戦をゲーム2で負けてしまったんですけど、うん、まあ、ゲーム1に関してはな、うん、かなり大差をつけて勝てたというか、そうだね、うん、ハイソット選手が入った効果がすごく大きかったなっていうのは感じましたし、うん、ディフェンス面で非常にどのチームとでもね対決できる素晴らしいチームに仕上がってきたなって印象ですね。現在のチャンピオンシップの相手が、うん、まあ、島根が1回戦当たるので、うん、残りの2試合も残ってる分、うん、バチバチというか重要になってきますよね。ここはね広島としては島根戦ね1勝1敗だったけど、収穫としてはリフォード選手を抑えられた、確率の面でいうとパーセンテージ低く抑えられたっていうのは、エヴァン選手も素晴らしいディフェンスできますし、カイソット選手がいることでねインサイドディフェンスの本当に脅威になってますから、今後の中盤戦だったりチャンピオンシップというところでも大きなアドバンテージになってくるかなと思いますよね、うん、次に琉球なんですけど、うん、琉球に対しては先ほども言ったんですけど1勝1敗ということで、うん、158対159で1点直接対決では負けてるっていう感じですね、うん、ここもね先ほど言いましたけど5月に、ね、最後の2試合ありますから、うん、さっきも言ったんですけど海津選手が入ってきて1試合目だったんで、まだそこまだ仕上がってなかったですけど、島根戦とかも経てかなりこうチームとしてもね、うん、ケミストリーも高まってきてますし、うん、もう一回このチーム状態が上がってきた中で琉球と対戦できる最後にっていうのは非常に大きいですよね、うん、最後の最後に順位が入れ替わる可能性ってのもまだありますし、うん、ここは非常に楽しみなところですよね。そうやな、最終節勝ったら2位みたいになったら面白いよな、うんうん、本当にそれは熱いですね、うん、展開でしたよね。で最後に名古屋に対しても1勝1敗なんですけど、うん、ここも168対169で1点負けてるっていうこと、今のところね。で、まあ
あ、この週末にありますから対戦が、うん、ここもな順位が入れ替わる可能性が、うん、この週末であり得るんで、まずそもそもここで2連勝するのか、うん、まあ、1勝1敗でもタイブレーカー取るのかっていう、うん、そこでなワイルドカードの上位回も変わってくるっていう感じ。そうだね、残り9試合でね、その島根、琉球、名古屋 D それぞれ残ってるっていうのがね、うん、広島タフなスケジュールなんですけど、うん、どのチームにもね勝てるチャンスあると思いますし、うん、楽しみですよね、うん、ここの6試合、うん、もし6勝0敗できてたら、まあ、もしかしたら1位とかになってる可能性もありえるから、うん、広島はもうここから落とされへんということで、うん、まあ、チャンピオンシップに向けてっていうところで楽しみですね。そうだね、うん、それ以外にも信州の試合もありますから、うん、こういったところも、ね、しっかり勝っていけるようにっていうのが非常に大事ですね、うん、まあ、本当に広島は今シーズンね、特にカイソット選手が入ってからディフェンス面とかリバウンド面でも上位チームと争えるようになってきましたし、フィットしてきてるんで、そこはやっぱ一個大きなターニングポイントでしたよね、うん、あとはエヴァンス選手前半戦とかは、うん、まあ、結構得点取る場面が多かったけど、後半戦とかブラクシアジュニア選手とかがうまいこと得点も決めれるようになって、お互い活躍できるようになったから、うん、誰が目立ってるというわけでもなく、エヴァンス選手、ブラクシアジュニア選手、あとは名誉選手とかも、うん、まあ、みんなが得点取れるから的の絞り方が難しいっていう感じだね。そうだね、まあ、やっぱ広島はそれこそ今チャンピオンシップで島根と当たる可能性もありますけど、ビフォード選手に対していいディフェンスが敷けるっていうのが一個大きな強みかなと思って、エヴァンス選手はもちろん1対1も守れるし、で中にはカイソット選手がいたりするっていうのがあるから、非常にこうディフェンス面でもリーグ屈指のチームだと思うんで、チャンピオンシップ戦う上では大きなアドバンテージになるかなと思いますよね、はい、最後に名古屋の現在の直接対決の成績がこのようになっております。島根に対しては2勝1敗で勝ち越しているということで、うん、まあ、島根に唯一勝ち越しているチームというか、リーグで唯一ね名古屋に関しては、まあ、先ほども言った通りオフェンスもディフェンスもかなり強いチームなので、うん、残りの水曜ゲーム、うん、ここを勝って、まあ、3勝1敗で来たらちょっと面白いよな、また、うん、そうだね、怪我人がめちゃくちゃ多いですから、うん、まあ、そこさえしっかり戻ってくれば優勝する力は全然あると思いますし、うん、っていう感じですよね、うん、次に琉球に対しては、まあ、1勝3敗ということで、うん、実は得失点差は1勝3敗なのに勝ってるっていうことでちょっと不思議なんですけど、そうだね、うん、結構接戦で負けたっていうのもね、うん、ありましたからね、うん、琉球に比べるとサイズがねなかなかない分、そうリバウンドとかっていうところでやっぱちょっと苦戦したイメージありますね、うん、で最後に広島、うん、まあ、広島に対しては1勝1敗ということで、ただ得失点差に関しては1点かということで、うん、まあ、今現状ではタイブレーカーを取ってるっていう感じですね。なるほどね、うん、週末ですよね、広島ありますから、うん、連勝するようならまた順位の上に上がっていけるチャンスできますし、うん、非常にこれは大きな試合ですよね、うん、で、まあ、先ほど怪我人の話も言ったんですけど、うん、土日ゲームまでは斉藤選手、レイパークスジュニア選手、まあ、菊池選手、うん、でその日はエサトン選手もおらんくて、うん、あとはウンドゥール選手が、まあ、腰のヘルニアでずっとおらんくてみたいな感じで、うん、もうめちゃくちゃ怪我人が多くて、そうだね、うん、その中でも3月4月ってところだと連勝伸ばしてましたからね、うん、チーム力あるなって感じなんですけど、これが戻ってくることでね、うん、また全然違うチームになりますから、うん、ここは早く戻ってきてほしいなって思いますよね、うん、まあ、斉藤選手が怪我してからは坂本選手とかが、うん、まあ、成長してきてるし、ね、そこら辺も楽しみだな、うん、で残りの日程に関しては名古屋は修羅の道というか、ここも大変で大変だ、ね、うん、で広島この土日、うん、その次島根で最終節にはアルバルク東京とやるということでそう、ね、うん、結構終盤戦って同地区対決が他のチームは多かったんですけど、うん、まさかのここでアルバルクとやるっていう、まさかのね、うん、厳しいですよね、ちょっと大変やな、アウェーでしかもね、うん、難しい戦いになる可能性が高い、うん、まあ、なんとか怪我人がね全部戻ってきてっていう状態がいいですよね、うんうん、はい、ということで今回は西地区の上位争いの展望を見ていきましたけれども、まあ、まだまだ分からんという感じですね、うんうん、まあ、島根も今までずっと勝ち続けてるけど、うん、この残りの9戦で全然負ける可能性だってあるし、うん、まあ、琉球に関しては現在チャンピオンシップホームアドバンテージ取ってるんですけど、また下位に落ちちゃったらな、うん、それもなくなっちゃうしみたいな感じで、この争いはすっごい注目やな。そうだね、うん、あとはそれこそだから直接対決以外のそういうチームとの戦い、そういうところをしっかりこう取っていくっていうのが、まあ、かなり上位進出の鍵になってきますよね。あとは広島対琉球の最後の5月の戦い、ここはちょっと展開によっては一番ねシーズンを左右しそうな対決になる気もするんで、うん、そこは非常に注目ですよね。琉球も1回戦島根千葉とかとは当たりたくないやろな、そうね、うん、なかなか厳しいですからね、そうなっちゃうとね、うん、今シーズンはね24チーム中8チームしか
チャンピオンシップ出られないっていう、すごくね、過去最高に厳しい戦いだったんですけど、まあ、その中でこの、ね、上位西地区4チームがチャンピオンシップ進出決めてるっていうのが、本当に今シーズンの、ね、西地区のレベルの高さを感じますよね。うん、全チームが40勝いきそうっていう、うん、いやすごい状況というか名古屋ダイヤモンドドルフィンズに関して言うと中地区1位の川崎をね、うん、超えてたりとか、うん、それぐらいの、ね、レベル高さですから、うん、同地区同士でこう星をね潰し合ってるっていうのもあるんで、うん、他の地区との対決が多かったらもっと勝率上がってたらおかしくないですからねこの4チームのファンの方もブースターの方も非常に悩ましいところだと思うんですけど、うん、厳しい地区を担いだからこそチャンピオンシップでも、ね、進化が発揮されると思うんで、この西地区4チームのねどこまでいけるかってのは非常に楽しみですよね。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは241でした。Intuition upon the stars in the night that glisten. To you, they listen to me, you send it on wishing. Think now. Plant of intuition.